はい、皆さんお待たせしました。次のバンドの準備が整ったようなので、ちょっと紹介させてもらいます。2番目のバンドはブラックチェリーさんです。ドラムのカッキーさんのバンドです。めちゃめちゃかっこいいです。ボーカルはかなさん、ギター、陽介さん、ベースユウさん、それでは張り切っていってもらいましょう。ブラックチェリーさんです。どうぞ。実はライブ2回目なんですけれどもちょっと一発目からゴリゴリの音で行かせてもらいました。ちょっと息が切れてますけどすいません。まあこんなハプニングもありのけりので、
聞いていただきましたのがちょっとデッドアライブって曲で、多分一番ゴリゴリの曲からスタートで重めに行きました。で次の曲なんですけど、ちょっと跳ねる感じのストラップの曲なんですけど、ライブ乗りな感じで縦乗りな感じで行かせてもらいますのでよろしくお願いします。見て楽しんで、まあできれば立って前に来てもらって一緒に騒いでもらえればそれがありがたいと思います。ありがとうございます。Thank you.
先ほどサボチンさんから紹介いただきました。もう1回メンバー紹介してもいいですか？よろしいですか？うちのテクニシャンなギターさん、ヨスケくんです。うちの可愛い子です。ベースのゆくんです。そんだけ、もうちょっとアピール、アピール、ね、うちのボスです、カッキですかね。5月にこのバンドを始めまして、6、7、8、9、10、11、約半年、1からオリジナル始めて、歌詞もメロディーもこいつが作ってます。うちの可愛いボーカル若菜、ちなみに作曲はこのギターの陽介です。ちょっと派手めに飛ばしてきましたんで、ちょっとゆったりな感じでバラードいきたいと思います。聴いてください、ハニードロップス。
届けた。
ちょっと息上がってますんで、はい、深呼吸。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？深呼吸してるの後ろの人生会話。あ、本当？遅いやつにしよう。遅いやつにしますか？というわけで、今日とりあえず最後の曲になります。最後の曲になります。これバラードなんですけど、またさっきのやつとはまたちょっと違った感じで、一番最初に作った曲です。名前はディアです。これもうちょっとどうだろう、みんな歌詞を聞いてもらうと嬉しいかなって思います。じゃあ聞いてください、ディア。Thank you.
とうございました。できればアンコールって言ってほしいかな。聞こえてない。もうちょっと聞きたい。
はい、ブラックチェリーさんお疲れ様でした。もう一度ブラックチェリーさん大きな拍手お願いします。ブラックチェリーさんです。